東急バスの日吉21系統日吉線は、日吉駅から日吉谷川グラウンド前、下田町を経由して高田町山本記念病院に至る路線で、全線にわたる共愛路でありながら、協調ダイヤの日吉22系統と合わせての驚異の運転本数を誇っています。この路線の歴史については、この動画の後半で触れます。動画の前半では路線のハイライトを走行シーンを中心にお届けします。ナレーションは次のセクションまで入りませんので、飽きてきたら次のセクションにお越しください。
ここからは東急バス日吉21系統の歴史です。高田町日吉駅、そして主要箇所の位置関係はご覧の通りです。ここでは日吉22系統を含む日吉線について解説します。日吉線は58年5月に日吉駅西口から下田町、現在の下田小学校行きの路線として開通しました。59年頃には下田住宅、現在のサンバリエ日吉まで延伸されています。85年12月にはこの動画の日吉駅から高田町までの路線が開通します。93年11月には主幹営業所が東山田となり、高田町から先の東山田営業所まで出入庫便が設定された時期もありましたが、これは短命だったようです。97年には日吉22系統の終点バス停をサンバリエ日吉に変更し、01年9月には系統番号が付与されています。08年には横浜市営地下鉄グリーンラインが開通しましたが、その影響はなく現在に至っています。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。